それではあのカラーの写真を1枚印刷といいます、データはこの SD メモリーに入っている写真 JPEG のデータです。これをここに差し込みまして、デジカメプリントですね。簡単印刷というのがちょっとやっと初めてだな、ね、簡単印刷ですね。インデックス印刷と思うんですね。簡単です。どれを選ぶか。じゃあこれを選んでみましょうか。OK。1枚だと。それは印刷の設定を行いますね。プリント用紙、プリント、画質標準、用紙タイプ、光沢、用紙サイズ、L 版。しない。あ、これでいいですね。とりあえず補正は全部行う。それでですね、この時、用紙をですね、用紙のセットは手動ですので、ここで、用紙を、L 版の、今上に L 版の、紙がセットされてるんですが、ここをつまむんですね。つまんで、これで、この前に出して、これで L 版の用紙になりました。これがちょっと今度不便ですね。自動的に切り替わらないんですよね。よし、 OK。 それでスタート。印刷されました。よくやれるのはこれ、薄め印刷されてるんですが、それを少しこれ米の印刷も行ってみます。同じ写真を選んで、これで OK で、 OK で、印刷セットですね。ここで、プリントガス標準、きれいにしましょうね。それから、プリントアウト、自動式ソフトって、これもしましょう。トリミングはしない、縁なし印刷しない、日付印刷し、OK だと。じゃあ、これで印刷してみます。多分少し時間がかかると思うんですけども、なんか今補正作業を行ってるんですね。それ印刷ですね。
軽く仕上がってますね。